ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー X ファイナルファンタジー X-2 ファイナルファンタジー X-2 はスクウェアより日本国内では2003年3月13日にプレイステーションに用ソフトとして発売されたロールプレイングゲームファイナルファンタジー X の続編であり日本としてはエニックスと合併する前のスクウェア最後の作品であると同時に エグゼクティブプロデューサーとして、坂口博信が関わった最後の作品でもある。2004年2月19日に、ファイナルファンタジー X-2 インターナショナル、ラストミッションが合併後のスクウェアエニックスより発売されている。こちらでは、ボイスだけでなく主題歌も英語化されている。それまでのインターナショナル版とは比べ物にならないほどのイベントの追加が行われた上に、さらに、 本作の後のストーリーであるローグ風の RPG を収録した。基本的に FFX と同等程度の CG であるが、メインのユーナリュックパインではフェイシャルモーションがさらに強化され、通常画面でも従来のムービーシーンに見劣らない滑らかな動きをする。オリジナル版は株式会社スクウェアとして発売された最後のゲームソフトとなった。ちなみに、 本作のウルトマイニアはデジキューブから発売されていたが、同社の破産により、ウルトマイニアオメガはスクウェアエニックスから発売された。主題歌は、エーベックス所属の歌手であるコーダクミが担当しており、ダンスシーンのモーションアクターも兼任した。また、インターナショナル版の主題歌は、ジェードフロム・スイートバックスが担当している。2005年9月8日、オリジナル版が、 アルティメットヒッツファイナルファンタジー X-2 として低価格化されて再発売された。また、FFX とのセット FFX カイカイ X-2 アルティメットボックスも発売された。2007年1月25日、インターナショナル版がアルティメットヒッツファイナルファンタジー X-2 インターナショナルラストミッションとして低価格化されて再発売された。 これらの廉価版はすべてセロレーティング B となっている。2011年9月14日に行われた、プレイステーションビータの発表会で PS3 並びにプレイステーションビータ向けに HD リマスター移植されることが明らかになった。HD リマスター版、ファイナルファンタジー X-2HD リマスターは、それぞれのハードで2013年12月26日に、前作の ファイナルファンタジー X とともに同時発売された。任天堂スイッチ版及び Xbox One 版の HD リマスターも2019年4月11日に発売された。プレイステーションビータ版以外は、ファイナルファンタジー X とのバンドル、ファイナルファンタジー X、X-2HD リマスターで販売されている。 バトルシステムは FFX の CTB ではなく、従来のシリーズと同じ ATB を採用している。ただし従来の ATB とは異なり、魔法、アイテムなどのコマンドは、コマンドの選択後、実行までにさらにゲージが現れ一定の待機時間を、要する。これは、前作の CTB 要素を合わせ持つ ATB という、テーマのために設定された要素である。また、待機時間は、 アイテムは短く、効果の高い魔法ほど長い。例えば、ケアルや、ポーションなどの回復魔法、アイテムを選択しても、すぐに発動されるわけではなくしばらく待たなければならない。ため、発動する前に敵に攻撃されて、戦闘不能状態となることもある。パフォーマンス面としては、前作、X で一部の戦闘においてのみ実装されていた、キャラクターのリアルな影が、今作では、 全ての戦闘において実装されたことが挙げられる。また、複数のキャラクターが同時に行動するため、過去の作品の ATB に比べてリアルタイム性が増した一方、個々の行動が把握しづらい場合がある。本作ではゲームクリアのために倒さなくてはならない敵の難易度が低めに設定されており、ほぼ全てのボスに勝利できる戦術が存在する。 その一方で、オーバーソールすることによって、敵の行動パターンが一変したり、敵が強くなったりする。また、特定ミッションの敵は逆に強くなっているなど、ヘビーユーザーにとっては、歯応えのある戦闘が楽しめるようになっている。ファイブや、FFV などのジョブシステムに相当するものとして、ドレスアップというシステムが採用された。従来における、ジョブは、ドレスと呼ばれ、 過去のファイナルファンタジーシリーズで登場したジョブをモチーフにしたドレスに加え、FFX-2 独自のものも用意された。従来のジョブシステムと同様に、それぞれのドレスに対応した衣装の変化、コマンドやアビリティの獲得、能力値の変化などが起こる。従来との相違点としては、戦闘中にも職業を変更できることなどが挙げられる。ドレスアップを行うためには、 工術のドレスフィアとリザルトプレートが必要となる。またこのドレスアップの導入により武器、防具の装備という概念はなくなった。ただし特殊効果を付加する目的のアクセサリー装備は存在する。アクセサリーは2つまで装備が可能で同じアクセサリーを2つ同時に装備することも可能である。過去にクロノトリガーなどで用いられた強くてニューゲームが ファイナルファンタジーシリーズでは初めて採用された。本作の強くてニューゲームは、クリア後のデータの一部を引き継いで新たにゲームを始められるシステムで、レベルや一部のアイテムなどを除く多くのアイテムやギル、アビリティなどをあらかじめ所持した状態でストーリーを進めることができる。ストーリーを進めると、ブリッツボール、スフィアブレイク、ナギ平原での多数のミニゲーム、 ビーカネル砂漠でのアイテム発掘など数々のミニゲームが遊べるが、どれも難易度が非常に高い。各イベントごとに値が設定されており、特定のセリフを聞くことで習得することができる。コンプリート率によってエンディングが異なり、エンディングの時点でコンプリート率が100%以上に達した場合のみ、本当のエンディングを見ることができる。強くて、 ニューゲームで始めても稼いだデータを引き継げる代わりに重複での取得はできないようになっている。FF7 インターと FAX では裏技として存在したもの。今回はムービー中にスタートボタンを押した時点でスキップする方法が表示されるのでわかりやすくなった。スキップできないムービーもある。短時間クリアを目指すユーザーには朗報ではあったが、 ムービー文のコンプリート率が入らないというペナルティも付加されている。本記事では、ファイナルファンタジー X から変化した部分について説明する。2年前、ユーナたちがシンを倒し、スピラはその恐怖から解放された。究極召喚ではなく、エボン教が公認していなかった方法で、シンが完全に消滅したことから、人々の間に寺院に対する不信が芽生えたが、 人々の間で新しい時代を作るエネルギーともなっていた。そんな時、エボンの壮観を自称するトレマが歴史の真実を発掘することを提唱し、各地にスフィアハンターと呼ばれる人々が現れるきっかけとなった。トレマが提唱したこの運動を真実運動という。トレマはこの発言で崩壊寸前であったエボン寺院を再びまとめ、新エボン党として、 再出発させる。しかし、新、エボン闘争率後ほどなくして、トレマは、真実運動で集めたスフィアを持って、行方をくらました。その後、党首となった者は、強行路線を貫き、後に恩恵派による、無血クーデターで、議長ともども失脚。現在は、バラライが、議長として、党をまとめている。真実運動によって集められたスフィアは、実際には、 トレマの懐に集められていた。これに反感を示し、真の消滅後ほどなくして解散していた、討伐隊のルージが新しく青年同盟を結成、真、エボン等と対立を深めていく。人々の心がエボン教から離れたことにより、ジョゼの寺院は放棄されていた。そこに、アルベド族の中でも、機械の改良に、積極的な者たちが集まり、薪な派を結成する。 彼らは、この闘争に中立であり、両組織に種類を問わず、機械を供給している。しかしながら、寺院の迫害がなくなったとはいえ民衆の中には、機械に対し反感を持ち続けている者がいるのも、事実である。中には、マキナ派が扱っている機械を、マキナと呼んで、今まで寺院が禁じていた機械とは別だとこじつけている、者もいる。 真の脅威から解放されたスピラの住民には遊ぶ余裕さえ生まれていた。その中で旅行講師の経営者であるリンは新しい遊びであるスフィアブレイクを持ち込みブリッツボールのオフシーズンに新たな風を吹き込もうとしていた。寺院による迫害がなくなったためアルベド族の活動も顕著になってきているのである。そして召喚師たちの生活も変わった。 以前のように目的の達成イ,イコール死であり、しかもその途中で死ぬこともあり得るという、いかなる形でも死という結末しかなかった時代は終わり、彼らも召喚士としての自分を過去のものとして新たな生活を送っており、中にはスフィアハンターになった者も,も少なくない。2年前、シーモアにその大多数を殺されたロンゾ族であったが、わずかな生き残りが今もガガゼトさんで暮らしている。 決まりが長老として、彼らをまとめてはいるが、若者の中には、グアド族への復讐に走る者が多く、決まりの頭を悩ませている。また、ガガゼトさんの奥にあった祈り子像が力を失い、山の頂上を覆っていた霧が晴れている。マカラーニャにあった寺院は、そこにあった祈り子像が力を失ったために水没し、そのため森の様子も一変、森自体が破滅の様相を呈している。 そのためか、マカラーニア湖畔に店を構えていた大赤屋は経営の危機に立たされており、アルベド族に追われている。また、森にはかつて、シーモアを中心にして行った比例を浴びる意味で、自ら滅びの道を選んだグアド族がひっそりと暮らしている。その関係上、現在グアドサラムの一角にある異界の状態は不安定であり、異界参りをすることはできない。また、 真の消滅により以前に比べて人々が長旅をするのが楽になり、真を倒すために訪れる場所として特に重要な位置づけであったザナルカンドやナギ平原はすっかり観光地となってしまっている。本作ではストーリーレベルと呼ばれるストーリーの進行度を表す段階というものが設定されている。以下、そのレベルごとに主要なミッションを挙げる。本セクションは実際には ストーリーレベル1の部分であるが、強制進行の冒頭ミッションを便宜上、レベル0として扱う。ユーナたちが持っていたリザルトプレートが奪われた。それを取り戻すべく、ユーナたちはルカにやってきたが、ルカは偽物のユーナのコンサートで賑わっていた。リュックとパインは強引にコンサートに乱入する。逃げる偽ユーナを追いかけているうちに、ルブランの部下である、ウノウとサノウに、 包囲されるが、そこに本物のユーナが現れ、ユーナに化けていたルブランも正体を表す。バトルの末、ユーナたちはリザルトプレートを取り戻し、飛空艇に引き上げる。その後、ガガゼト山の頂上にある遺跡でスフィアの反応が出る。ユーナたちは調査のために山に降りるが、そこにルブランたちも来ていた。一戦交えた後煙玉で逃げたルブランたちであったが、 アクシデントにより、頂上にあるスフィアは、ユーナたちの手に渡る。ビサイド島に戻ってきたユーナ。一夜を過ごした後、ワッカが島の洞窟に向かう。彼は幼い頃に亡くした両親の秘密を求めて、亡き弟チャップが隠したスフィアを探していた。しかし洞窟にあったスフィアはワッカが探していたものでは、なかった。今や、観光地と化したザナルカンドの遺跡にもスフィアの反応があった。 ユーナたちは遺跡の奥からスフィアを手に入れるが、そのスフィアは割れていた。蒸気の二つのスフィアを手に入れた後、今度はキーリカ寺院にもスフィア反応が出る。新・エボン島と青年同盟の争いの下であったスフィアをカモメ団がかすめ取り、次の段階へ進む。キーリカ寺院でかすめ取ったスフィアには、千年前に作られた機械兵器ベグナガンが映っていた。 その危険さを感じ取ったカモメ団は、このスフィアをどちらかの組織に渡すことにする。スフィアを渡して戻ると、ザナルカンドで拾ったスフィアの破片が盗まれており、代わりに、ルブラン一味からのメッセージが入ったスフィアが置かれていた。ジョゼカイドウ、ビーカネル砂漠のオアシスガガゼトサンデ一味の戦闘服を手に入れた一行は、グアドサラムにある一味のアジトに潜入する。 様々な仕掛けを解除し発見したスフィアには、ベグナガンがベベルの地下にあるという事実が映っていた。それを破壊するために、ベベルの地下に潜入するが、奥でユーナたちが見つけたのは、かつて共に戦った召喚獣の一人バハムートであった。なぜ消滅したはずの召喚獣が現れたのか。そしてなぜユーナたちに襲いかかったのか。謎を残したままストーリーは LV3 に続く。 ビサイド・キーリッカ・ジョゼの寺院から魔物が出たという情報が飛び込んできた。ジョゼ寺院の魔物は、マキナハが交戦しているとのことなので、それ以外の2箇所から魔物討伐を始めることにした一行だったが、ビサイド寺院では、バルファーレ、キーリカ寺院では、イフリートと、ここでも召喚獣が襲いかかってくる。両寺院の魔物を制圧すると、ジョゼ寺院で戦っていたギップルが姿を消すという、 事件が発生する。ジョゼ寺院では、マキナと融合したイクシオンと戦うことになるが、倒した後祈り子の間に空いた穴を調べているうちに、ユーナがイクシオンによって穴の中に落とされる。各地で、新、エボン島と青年同盟の争いが起きているため、ユーナたちは争いを収めるべく大コンサートを開催することにした。原稿画で借金取りに追われるトウブリを捕まえて、 コンサートの話を持ちかけ、観客が集まる雷平原の魔物を討伐するのが、本段階で行うことである。なお、ストーリーレベル3にて各地にスフェアを設置しておくと、ストーリーレベル4で各地の様子を映像で、飛空艇にて見ることが可能になる。雷平原でのコンサートで、両組織の対立は収束へ向かい、ユーナたちはついに、スピラを消滅させようと起動したベグナガンを、 破壊するため、千年の時を超えた物語に決着をつけるため、ヌージ、ギップル、ルブラン、イチミラと共闘して、異界での最終決戦に挑む。異界には、ビサイド・キリカ・ジョゼ・ベベルの寺院にある祈り子の間に、空いた穴から突入することが可能。異界に向かう途中で、シバメーガス三姉妹、アニマと戦うことになる。その後、異界の深淵にある、様々な仕掛けを解除しながら進み、 その奥にいるベグナガンを破壊する。ベグナガンを破壊した後はエンディングとなるが、ストーリーレベル3の最後にある重要なイベントをクリアしていた場合、その後のイベントの展開によっては、この2年間ユーナが抱き続けていた憂鬱が解消されるエンディングとなる。コンプリート率が100%になっている場合はさらに、その先の特典映像が追加される。1000年前、 機械仕掛けの夢のような街ザナルカンドと破壊専用の機械を大量に所持する都市ベベルの間に戦争が起きる。ベベルは破壊能力の高い機械を大量に用いたのに対しザナルカンドは召喚士しか対抗策がなかった。そのため選局はベベルが圧倒的に有利でザナルカンドは破滅寸前だった。ザナルカンドの召喚士は戦争に召集され、 次々と死んでいく。ザナルカンドの有名な歌姫レンも優秀な召喚師であったため召集がかかったが、彼女の恋人衆院はレンが戦争に行ってしまうことを断固阻止すべく、封印されていたベベル最強の機械兵器ベグナガンを乗っ取り、この機械戦争に終止符を打とうとしていた。一度は乗っ取りに失敗した、衆院はレンを守るためもう一度ベグナガンを乗っ取ろうとする。 ベグナガンの操縦席でクラビツインを引く衆院。それに応えベグナガンも次第に起動し始める。巨大な砲塔が姿を現し、乗っ取り成功と思われたその時だった。やめて。響き渡る声。衆院がベグナガンの操縦席から思わず、振り向いた先には、レンが両手を広げ叫んでいた。レンの元に走り寄り、固く抱擁したその時、 待っていたかのようにスポットライトが二人を照らした。同時に駆け寄るベベルの兵士たちが二人に銃口を向ける。レンと衆院は互いを見つめ合い、レンが衆院に最後の言葉を言おうとしたその時、銃が一斉に火を吹き二人を貫いた。レンは最後の力を振り絞って言葉を言おうとするが声が出ない。結局レンの言葉は衆院に伝わることなく歌姫の ドレスフィアに宿る。ストーリーレベル1を完遂した後に行われる、イベントを中座したユーナが見た夢の内容として登場する。ファイナルファンタジー X-2 の北米版をもとに、マイナーチェンジされた。ラストミッションはダンジョン型 RPG で、本編とは別のモードとなっている。また、後述する HD リマスター版には、こちらのバージョンが収録される予定となっている。 現時点では、インターナショナル版に追加された、FFX シリーズの最終作となる物語。なお、声は、英語ではなく、日本語が採用された。FFX-2 の本編とはシステムが異なり、ダンジョン型 RPG になっている。オリジナル版及び、インターナショナル版のクリアデータをロードして始めると、それらのクリアデータで迎えた結末が反映され、 ユーナたちのその後としてゲーム中に語られ、セリフ内容が一部変わる。ファイナルファンタジー X のプレイステーション3、プレイステーションビータ向け移植リメイク版の開発は2011年9月に発表されたが、2013年3月になって、ファイナルファンタジー X-2 の移植版も同時に開発されていることが明らかになった。映像作品、ファイナルファンタジー X a a のなぎぶし、ゲーム、ファイナルファンタジー X-2 ラストミッションも、HD リマスター化され収録されることとなった。PS3 版は1枚のディスクに2タイトルを収録、PS ビータ版は個別に発売された。また、PS ビー版では、FFXHD と FFX-2HD がセットになった、ファイナルファンタジー X。 X-2HD リマスターツインパックの発売、さらに特別仕様の PS ビータ本体と FFXHD、FFX-2HD が同梱されたバージョン、プレイステーション、ビータファイナルファンタジー X、X-2HD リマスターレゾリューションボックスも発売された。いずれも初回生産分にはライトニングリターンズファイナルファンタジー3で 使用可能なアイテムコードが封入された。発売時期は2013年、同年12月26日、未定。他に2015年5月13日には、プレイステーション o 4版も、発売、2016年5月12日からは、Steam にて、PC 版が、発売、2019年4月11日には、ニンテンドース o s w i 版を及び、 Xbox One 版の HD リマスターも発売され、幅広いプラットフォームでプレイが可能となっている。X- に売るとマイニアについては、前者がデジキューブが発売された時のもの、後者がスクウェアエニックスから再販された時のもの。ありがとうございます。